はい、皆さんこんにちは、ワナルグルフィッシュです。今回、プレイしていくのはですね、ディズニーマジックキャッスル2マイハッピーライフの続きをやっていきたいと思います。今回はまずですね、キャッスルダンジョンのエピソード3、これをクリアするというところから始めていきたいと思います。早速始めていきましょう。キャッスルダンジョンはエピソード1、2はクリアしてあるんですが、まあ簡単に言うと、まあちょっとしたアクション付きのところっていうのかな。ごめんなさい、ちょっとうまく説明できないですけど。で、ねえ、聞いたあの噂、王様がキャッスルタウンにカフェをオープンさせるんだって。あ、そういえばカフェありましたね、キャッスルタウンに。あの水色の屋根の素敵な建物のことでしょ。建物は前から完成しているのに、どうしてなかなかオープンしないのかしら。それがわからないんだ。でも王様のことだからきっともうすぐオープンするんじゃないか。何根拠かわからないですけどね。ふふ、待ち遠しいわね。最近はみんなカフェの噂で持ちきそう。そんなにカフェのオープンがみんな待ち遠しいんですね。ふんふん、みんなカフェに行きたい。さらにこの人はカフェで働いてみたいと言っていますね。カフェって街のみんなの憩いの場所でしょうと。みんなが楽しくくつろげるような、そんな素敵な場所を作るお手伝いがしたいな。みんなを笑顔にするのが私の夢なのは、素晴らしい夢をお持ちでいらっしゃいます。さあ、そんな中、自分はキャッスルダンジョンのエピソード3に向けて進んでいきましょう。王様の魔法の鍋、王様が何か困ってるみたいだ、お城に行って話を聞いてみようと。さあ、どんな感じになってるのか。おう、パワちゃん、よく来てくれた。パワちゃんも噂で聞いているかもしれんが、わしはキャッスルタウンにカフェを作ったんじゃよ。お主は見たことあるかの、とても素敵な建物なんじゃ。一応見ました。これ何なのかなっていうふうにね、前回かな、お話ししたと思うんですが、建物は完成したのいいが、料理を作り出す魔法の鍋がなくなってしまったと。なるほど、お化けが持っていったんじゃないかということですね。で、なくし物を探す名人じゃと。なるほど、いつの間にか探し物を探す名人になっていたんですね。ふん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 。どうじゃパワちゃん、消えた魔法の鍋を探してはくれぬか。探しましょう。お主が魔法の鍋を探してくれている間に、わしはカフェの開店準備を進めて待っているとしよう。王様自らカフェごときの開店準備をしてくださる国ってさすがですね、ディズニーマジックキャッスルは。さあ、じゃあダンジョンの方進めていきましょう。うんうんうん、そうでしたね。 Y でため攻撃、 A 長押しで回転攻撃。よし、これで全員倒したかな。まだいる？まだ一匹いますね、下の方に。じゃあ奴を退治しに行きますか。よし、これでステージクリアボーナスをゲットして、先に進んでいきましょう。まあアクションパートと呼べるのは今のところこのキャッスルダンジョンぐらいなんですが、全く難しいっていうことはないですね。よし、ステージクリアボーナス。アイテムとマジックポイント、特にマジックポイントの方が重要ですね。ダメージは全く食らってないはずなんで、マジックポイントはちょいちょい回復していかないとつきそうですね、マジックポイントが。
これ最終ステージかな。おお、なんか強そうなやつがいる。ボスバトル。うわー、食らった。つえ。まともな攻撃ができないな。マジックポイントが不足していて。よっしゃー、かわしたぞ。うまく。お、倒したな。ちょっと一発食らっちゃいましたけど、なんとか倒せましたね。お、魔法の鍋もゲットしたぞ。じゃあこれで帰っていきますか。その前にアイテム、アイテム、黄金の宝箱から香ばしナッツらしきものがいっぱい出てるのは間違いないな。さあ、じゃあこれで帰りましょう。手に入ったの小さな丸太が2個か。小さな丸太もうちょっと欲しいな。星型の貝殻、これ初めて手に入れたかもしれない。その他は特にこれといったものはないな。おお、よくぞ戻ったパワちゃん。それで魔法の鍋はあったのか。ありましたよ。それにしてもピンポイントでお化け持っていくよな。カフェオープンさせるために他に必要なものがあるらしいですね。今まで開店準備してたんじゃないのかよ。切り盛りするオーナーが必要ですと。なるほどね。え、自分がオーナーになれってこと？うわー、お主をカフェのオーナーに任命しようって。めんどくさいなー。ほっほっほ、驚いたようじゃの。みんなを助ける優しい心の持ち主であるお主なら、皆が幸せになれる素敵なカフェにしてくれるじゃろ。どうじゃこの大役、引き受けてはくれぬか。オーナーでいいんですよね、店長じゃなくて。オーナーでいいんだったらいいですよ。だってくれるわけですよね、あのカフェを。やったー。お、誰か来たぞ。むむ、私にオーナーさんのお手伝いをさせてください。やった、本当にオーナーなんだな、自分は。やったねー。オーナーってことはカフェから収益もきっと入ってきますよね。それではパーちゃんがカフェのオーナー、お主がオーナーを手伝う。店長、やったー。本当だ、オーナーが自分で店長がこの女の子ですね。パワちゃん、オーナーの良き仲間となって、みんながくつろいだり楽しんだりできる素敵なカフェにできるよ。頑張るんじゃぞ。そうだぞ、頑張ってもらいたまえ。これは非常に気前のいいところに来てしまったな。この子に関しては働くのが夢だったのがいきなりオーナーになったわけですよね。素晴らしいなぁ。じゃあ早速自分のカフェに行きますか。ちょっとエピソード3が終わったんですが、まだねちょっと10分経ってないぐらいだと思いますんで、もうちょっと先に進めたいと思います。お、これがパワちゃんがオーナーのカフェだな。早速行ってみますか。シール16枚目で封印を解きました。自分のカフェ、まあ自分がオーナーのカフェに入るのにシールの封印を解かなきゃいけないっていうのもね、ちょっと微妙な感じがしますけど。なんだ、ダンスしてるぞ。これはホースシューみたいな感じじゃないか。お待ちしてましたよ、オーナー。見てください、見てください。とっても素敵なお店ですね。なんとステージもあるんですよ。食事だけでなくダンスまで楽しめるななんて。これはホースシューか。もしくは、ポリネシアン。さらには、ケープコッドクックみたいな感じですか？
どんなショーをやるのかすごい楽しみですね。今のところなんかゆるいダンスを3人がやっているっていうのがちょっと遠目に見えますけど、カフェスタッフのコーデをもらったと。なるほどね。オーナーもスタッフのように働かなきゃいけない時が来るのかもしれない。まだ客は誰もいないんだよな。いや、カフェやろうよ。踊ってないでさ。まずオーナーにやっていただくのはカフェの名前を決めることです。カフェの名前をビシッとつけてください。このお店はどんな名前になるんでしょう。なるほどね。まあ、ここは無難にパワちゃんにしときますか。いつも通り。ちょっと紛らわしいっていうのはあるんですけどね。名前を呼ばれたのか、それともカフェの名前を呼ばれたのかっていうのがね、ちょっと微妙になりそうですけど。入らない、うまく。くそ、ペンを使うしかないか。パワーチヤーン。はい、 OK です。この名前で決定。カフェの名前とか途中で変更できたりするんだろうか。とてもいい名前ですねって、まあ自分の名前をそのままカフェの名前につけましたけどね。まずはお客様にお出しするお料理を出しますと。それ魔法の鍋で作ってくれんじゃないの。ミルクベリー。初めて作るときだけペコスが必要なんだ。開発費がかかるのね。どのお仕事をされますかと。まあお料理でしょ。料理がないと来てくれないからな。ミルクベリーを、作りましょう。これが魔法の鍋だな。完成。あっという間に完成した。安らぎカフェラテを30個作りました。やったー。はんはん。でどうすんだ。わあ、とっても美味しそうですね。これならきっとお客様に喜んでもらえます。そうだ、先ほど後ろから手紙さんが来まして、大臣がカフェの準備状況を尋ねてきましたよと。初めてのお客様としてお招き、どうかな。王が来るにはちょっと、大臣か。大臣が来るにはちょっとしょぼいとこだけどな。みんなが開店を心待ちにしておりますぞと。何より私自身も楽しみにしていたと。ありがとうございます。なんだなんだ。おお、足で椅子をこじ開けて、ステージ前の特等席にステージに背を向けて座るあたり、大臣ですね。なんか美味しそうにしてくれてると嬉しいな。なんか食べるものある？それ、飲み物だけなんだけど。大臣、お金を30円くれた。繁盛したらペコスがめっちゃ入りそうだな。いや、大変美味しいお料理ごちそうさまでした。まあお料理、安らぎカフェラテなんだけど、まあそれも料理といえば料理。いや、料理じゃないよな。まあいいか。ちょっとステージで繰り広げられてるショーのレベルが重要だと思うんですよね。客入りを左右する上で。さあ、ペコスを受け取ってみましょうということなんで、ペコスを受け取りましょう。30ペコス。
30ペコスを受け取ったよと、まあ、30だとちょっとね、しょぼいですけど、客がいっぱい来ればその分、たくさんペコスがもらえるという。さあ、カフェオープンですということで、オープンしましたね。もっと料理とかね、特に食事系充実させたいですね、フードメニュー。知ってるかい、このカフェずっと準備中だったんだけど、最近オーナーが決まってついにオープンしたんだって。本当？それなら絶対行かなくちゃ。そんなにか、ありがたい。さてと、今度は何作ろうかな。安らぎカフェラテをちょっとやっとこうかな。ちょっと28個じゃ心配だから、もう30個やっときたいな。客からのリクエスト。そうなんだよ、料理を作りたいよな。リクエストに答えよう先に。初めてのお料理、なんか必要なんだろうな、材料が。軽食とスイーツを作っておきましょうということなんで、まあ、カフェといえばやっぱサンドイッチとかね、ケーキとかですもんね。じゃあメニューを開発していきますか。卵の実を使ってほんわかキッシュが作れる。これも早速作っちゃおう、ほんわかキッシュ。よし、ほんわかキッシュが作れて、スイーツも作っちゃおう。小麦の実、よし。ちょっと多分この料理のグレードっていうのかな、種類とかも増えていきそうですよね。お、150が売れたな。よし、これで軽食に飲み物、さらにスイーツまで、なんとか用意できたんで、じゃあこれ安らぎカフェラテをちょっとストック増やしとこう。現在は30個までしかできないって言ってるんで、前の料理がなくなっちゃうんだ。じゃあまだ大丈夫だな。24個ありますからね。待て。今、店長びっくりマークついてたってことは、なんかまだやることがあんのか。カフェリクエストを進めようって言ってることは、きっと家具とかなんだろう。インテリア系なんだろうな。リクエストを答えていきましょう。じゃあスタッフの服をコーデ、スタッフのコーデを変えなきゃいけないと。なるほどね。じゃあスタッフのコーディネートをよりゴージャスなものに変えていきますか。きっとデイジーのところに行くんだろうな。これにしよう。よし、これでリクエストを1個クリアしましたね。さっきまでのやつよりこっちのコーディネートの方が絶対いいな。ドナルドのパーフェクトコーデ。まだリクエストあるの？どんだけリクエストがあんだよ。カフェコーデに挑戦ってことで、やっぱりあれなんだろうな。家具とかなんだろうな。
じゃあ早速カフェコーデでミッキーの、ミッキーシリーズがあったと思うんで、ミッキーシリーズにしていきますか。じゃあせっかくなんで、なるほど、床を変えなきゃいけないんだな。ミッキーのテーマの壁紙と床、多分持ってないんだろうな。これでいいのかな、それとも、ああいいみたいですね。うん、店の雰囲気がだいぶ変わったな、良くなった気がする。まだリクエストあるの、もしかして。まだあんのかい、めっちゃリクエストしてくるな。ミッキーテーマのお料理、ふんふんふん、じゃあ料理をちょっと開発しますか。ミッキーテーマの料理を、これはね大人気になるはずですよ、リアルなディズニーリゾートだったら。ボタンオムレツに、ミッキーのスマイルラテ、これも人気出そうだな。ミッキープレッツェル、これでミッキーメニューを全部ぶち込みましたよ。ふん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 、売り上げがどんどん増していけばいい。パーティーゲージなるものがあって、パーティーゲージが満タンになるとディズニーの仲間たちが呼べるよと。これはね集客力がすごいですよ、ミッキーたちが来たら。まだリクエストあるんかい。なるほどね、ミッキーテーマを5ポイント以上にしましょうと。もう5ポイント以上になってんじゃないの、料理が5種類にインテリアが3種類ってことで。そうだよね、もうやってるもんね。よしよし、げっ、パーティーゲージが満タンになった、やったぜー。パーティーが開けるけどちょっと長くなってきたんで、パーティーの様子はちょっとじゃあ次回のお楽しみにさせていただいてですね、今回は一旦ここで、カフェの開店作業を終わりにして、また次回やっていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただいた方ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。